めでたいめでたい。お雑煮はもうみんな祝ったかい。カレーでこうやってな、神下の区別なく私どもじゃ車座になってお雑煮を祝うという。さあ、おめでとう。はい、おめでとう。はい、はい、おめでとうございます。今日は何かい、どこへ二部金が入ったな、日金に二部金と、これだけが百種ずつのご褒美をあげるんだよ。さあさあ、え、派兵隊、お前のところ、いやー、それはおめでとう。まあ今日、今年は、めでたいよ、お前は。まあ、年回りがいいからな。あとは、大吉のところへ。おー、それは結構。あ、どうも。どうぞ。餅の中からお金が出ましたで、この御神代はますます金持ちになるという、藤浦はいかがでやすな。いや、どうも、ありがたいな。あー、それは、何がありがてやだ。あれ急増じゃないか。なぜそんなところ口を出す。口を出すったって餅の中から金が出て金持ちてえな逆断で。馬に言わせれば、金の中から餅が出たら金持ちかもしれねえけど、餅の中から金が出ただ。この神社へ持ち金るはどうだ。何を言わん。必要のない奴があるもんだ。そっち行けそっち行け。バカ野郎。ああ、もうどういうもんで、ああ、だからさ、まことにあんなとこに隠れやがる。何をしてるんだ、腹の中から口を出して。俺も、どうしたんだ、8枚のあの腹の中から口を出して、その通りだな、わしは草場の陰から拝んでる。なぜそんなことを言う。まあ、どうもしようのない奴だ、あいつのことを。そうかって、何にそうそうそう、小言も言いたくないから、俺我慢するがな。さに見えましいやつ、なんとも人にばっかり、はい、おめでとうぞに、はい、だいぶお年玉が来るようだな。こちらへそのオチのないようにまたこっちも行かなきゃ、正面にみんな命令つけてくんなよ。ああ、大きにありがとう。ああ、こっちに持ってきな。ああ、そろそろ私がじゃあつけよう。じゃあ、こっち行こうぞ。じゃあ、こっちだと。さあ、早く読まなくちゃいけない。こっち正面に俺が止めるのは華麗になってるんだ。なんだ、なんだよ。伊勢屋の吉兵衛さん、ああ、半紙が一条、ああ、それがいけないよ。伊勢吉さんとこう言えばいいね。伊勢屋の吉兵衛さんはいけない。な、頭木だけでいいんだ。さあさあ、あとはなんだ。え、あとはなんだよ。千夜にはで、なんだ。え、なんだよ。なんで、しぶと、なんでしぶとだ。変なこと言いなさんない。渋谷の東兵衛さんでしぶと。いけないな、どうも。私が変わって、一つ、どうかい。お前がやってくれ。子供がからかっていけねえ。自分党だなんて、一番先嫌な心持ちじゃないか。上城が一致。お前の言うことが一致気に入った。名前はなんてんで、一徳はいかがでございます。一徳なんだい。こちらいもんじゃないか。どうじゃごわせんて。今の、徳次郎、ああ、今、徳次郎さんから。あははは、それはありがたい。一つ、声だと踏みを止めて、あとは、お前さんの方でつけといてくださいよ。どうしようしようごろ、お宝、お宝、お宝。おおおお。ありがたいな。宝船を買いなさいよ。うん。早く売りに来る。結構結構。早いのを買わなくちゃいけない。おい、おい、おい、おい。宝船、おい、おい。宝船を、どうしたんだ、行っちゃっちゃいけない。船屋さん。宝船は一枚いくらだい？指紋。指紋？っていうのは嫌だな。まだ気にする性分だよ。と言わないでな。同じことで余紋と言ってくれるがいいじゃねえかな。どうも。けれども指紋なんだよ。何言ってんだよ。気に入らねえな。言ってくんな、言ってくんな。お前のようなやつは、断られちゃ困るんだよ。私だって。好んでこんなものを売って歩くんじゃねえんでやで。子供には死なれ、かかわがそのうち死んでしまいました。なんだな、こいつは。追っ払ってくんな。塩花振ってくんなよ。まだ、やだやだやだ、もう言うことがみんな間違ってやってもと、気になることばっかり言いやがる。旦那様はあぐねてしまって、もう宝船はよそうというご立腹。また女才ない番頭さんが一丁ばかり先行って待ってる。ところに宝船、宝船、宝船。道中そのお宝、お宝、おー、船屋だ。いい、あざます。あま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 あってな。お前は大変に異性がいいが、この先のご福屋だがな、
こっち側だよ。ああ、じじわかるがな。そこのとこを通るときに、せえよとお前が呼んで、なにして意味のいいことだけ。で、一枚一問だろう。ええー、よくご存知だよ。それとは一つ、四問とこう言ってもらいたいんだ。ねえ、ことによると十枚、百枚落ちるかもしれないが、四十、四百というようなことを言ってもらって、意味のいいことを並べれば、ご主人の一つもご主人が治ってもらえるんだ。ちょっとうまくやってくれ。ええー、かしこまりやし。こんといたんだよ、したら大丈夫。宝船、お酒はやるかい。亀の子のように頂戴をしよう。あははは。言うことがめでたいや。うん。神殿付き合いをしてもらえて、お前さんの家はどこだい。浅草福井町、いいとこだな。どう。あの辺にうちの神殿があるが、お尋ねです。福井町どの辺だい。それから高砂町へ行くしは、しかし、小手町、緑町、うわぁ、いいとこばかり並べてら、本当は。父ちゃん、中野家でおめでたいことばかり並べてくれるのは、嬉しかったなぁと、まことにお前は不幸だよ。今井に出張をする。旦那さんはどう、まことに結構でお酒をいただきまして、ふら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 しているところはまるで宝船に乗ってるような心持ちである。いうことがめでたいなぁと、旦那さんはニコニコお笑いになるところはまるで大黒様のようですな。なんだか知らねえ。おいおい、紙入れ持ってきな。こりゃご祝儀だ。私の大黒神だからな。これは一つ。恐れ入りましてはな、どうこんなものを頂戴いたしましては、愛しません。俺、今、のれんをせっとまくって顔をお出しになったのは、まるで、いった弁天様。私は初めて言いましたが、どうも、あれは、なんでやつか。どちらの、どちらのったって、うちの女王だろうと言っちゃ、お嬢さんでいらっしゃいました。わるで私は、弁天様だと思いましたが、どうも、ぜひ、結構でやつな、ご商売は繁盛。これから先には、ご神代はだんだん、だんだんと太るばかりで、こんなおめでたいことはないのでございます。まあ、そういうやつに、もうすぐ、おいおい、紙入れを持ってきな、これじゃいけないよ。女王弁天様と言われた日には、そんなに嬉しいことというものはあるわけのもんじゃない。さあさ、かまわず、ぐんぐん、なかなか行くな。ありがとう、存じます。あ、これはお重でございました。ごぼうに数の子、ごぼうさん数々をおめでたい。このお家を七福神のようでは、砂魚船で。そういうわけだよ。今日と私で二福だ。ご商売が五福でございます。